政府は東京都などで新型コロナウイルスの感染が再び増えていることを受け、まん延防止等重点措置の適用を延長する方向で検討に入りました。来月開幕する東京大会への影響はあるのでしょうか。政治部山田記者が中継でお伝えします。首都圏のまん延防止措置を延長する場合、東京大会の観客数をどうするか、政府内でも意見が分かれていて、来週にかけて大きな議論になりそうです。東京都での感染増加傾向を受け、官邸関係者は首都圏のまん延防止措置は基本的に延長になるだろうと話し、菅総理の周辺もこれ以上感染者が増えたら酒類の提供制限など対策の強化を考えないといけないと漏らしています。現時点で緊急事態宣言の再発令には至らないとの見方が大勢ですが、まん延防止措置を延長する場合の期間について、東京大会の開催中も対象になると示唆する関係者もいます。また、まん延防止措置が延長される場合の東京大会の観客数について、ある政府関係者は無観客の流れになるだろうと語る一方、政府高官はプロ野球などと同じ上限5000人で良いと観客を入れる意向を強調していて、政府内で意見集約が難航する可能性もあります。菅総理は午後、関係大臣を集めてコロナ対応に関する協議を行う予定で、来週にかけての決断の行方が注目されます。